今日は4月の26日、ゴールデンウィークが始まりました。初夏気分いっぱいになった小さな自然の様子です。1の田と2の田のレンゲ畑も、5月になれば刈り取られます。今日が見納めです。大きな油菜、はい、春の山野草も、そろそろ咲き納めになりますね。はい、上野池の様子、今年は睡蓮がものすごく株増えてます。たくさん花咲くでしょう。はい、もみじも綺麗ですね。はい、クヌギも若葉揃えてます。新芽揃えてます。はい、こちらは風カナディアン風。はい、フェンス側の里山木も緑がいっぱいになりました。山吹は咲き納めですね、もう。はい、思い切った剪定をした。この実も若葉出しました。はい、二の田のレンゲの様子。はい、ここから石の田。はい、大きくなったアフラナ。まあ、大空が綺麗ですね。はい、フェンス際はこんならたくさん花つけてますよ。この通り、秋にはどんぐり、柿の木、今年も豊作に、豊作になってほしいですね。大きい、はい、アジサイ、はい、下の池へ来ました。岸辺で大庭関所。はい、こちらはサギゴケ、白いサギゴケ、なんか珍しいそうですね。岸辺にいっぱいですよ。はい、今日はカルガモ来てませんが、数日前カルガモつがいで今年もやってきました。はい、すっかり桜も新緑です。今日はもう25度、21度超えてますね。はい、このアラ、はい、これがブナです。ブナもすっかり葉が変わりました。緑です。はい、これが今日ゴールデンウィーク始まった4月26日の小さな自然初夏の様子です。